どうもこんにちは、新米クッキングのひこです。今日はアレンジパンを作っていきたいと思います。ではご覧ください。早速パンを作っていきたいと思います。まず最初にボウルに A を入れ、砂糖とイースト菌を量るようにぬるま湯を注ぐ。170だね。じゃあボウルに入れようか。これに入れていくぜ。うん、お砂糖30、はい、イースト菌 6g ですね。砂糖は 30g ですね。よし、普通じゃない。何じゃなかったの。はい、バター 30g ですね。レンジで、はい、やわらかくしてください。熱いよ、火つけて。あれ、お顔隠し終わったの。落としそうだな。はい、丸くなったな。あと綺麗に丸く作ろう。筋がないよね。こんな感じですね。よくこねました。はい、こんな感じでできたので、オーブンで35度40分一時発酵していきたいと思います。はい、パンの中にですね、こちらのからし明太子、ミートソース、チンジャオロース、チーズなどを入れて楽しく作っていきたいと思います。一次発酵ができたので、今度は何をするんだったっけ。ガス抜きだね。 1.5 倍から2倍で膨らんでるから、何等分していくぞ。 8等分ね。できる。何等分ってかかってた。まず4等分から。はい、まず最初何から乗っけるの。はい、広げてて具材を乗っける準備ができたらですね。これは何？からし明太子だね。牛って上に引っ張った方がいいよ。
こんな感じでできました。二次発酵に移りたいと思います。10分ですね。その間これを食べていく。よし、誰でもスプレー、これで10分待とう。待ちます。はい、10分の二次発酵が終わりました。では焼く作業の前に卵を塗っていきたいと思います。色付けですね。色付けっていうのかな、これたっぷり塗ってね。ただ一個見本見せる。この人ですね。この人じゃあ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 こんな、こんなで、え、持ってから持ってから持ってから、たっぷりでたっぷり。ほとんど両親だけで作ったね。お父さんになりますね。うん、助手だからね、お父さん。助手って何？助手。助手何する？なんつったらいいかな。ドーマを作ってる人、手助けする人。じゃあオーブンに入れていこう。余熱もあったことだし。よし。はい。じゃあ切るよ。はいはい、どうぞ。気をつけてよ。15分ね。18分。18分。18分また待ちたいと思います。では。チーズがこぼれてる。ちょっとちょっとちょっと、なんでやねん。こんな感じでできました。ちょっと待って、チーズがこぼれてやがる。チーズだけに食べて。こんな感じですね。チーズがこぼれます。チーズがこぼれてますね。おんきし、それ以外は大丈夫そうです。はい、これを皿に乗せて完成でいきたいと思います。これアレンジ、俺がアレンジしたやつだ。よし、お母さん呼ぼう。お母さんいないよ。え、なんで？
それでしょ。どうですか、こんな感じでできました。あとは見た目は OK ですけど、あとは味がどうなってるのか確認したいところですね。はい、はい、俺がやっちゃっていいか。ニャオマト、熱いよ。これかな。いただいてみよう。もう食べろ。やけどするよ、やけど。食べろ。待て、OK で。どれから食べる？映ってる？あ、映ってるね。いや、じゃあこれを食べる。お父さんこれ食べる。もう何だろう。ナポリタンだ。ナポリタンかな。熱っ。こんな感じですね。え、おい、食べ方がなってないよ。これ。これチーズっぽいな、これ。あちあち、はい、中を割ってみたいと思います。チンジャオロースパンですね。わあ、こんな感じですね。見えますか。わあ、赤いか。わあ、見せた。ちょっと見せてるでしょ、今。おー、うまそうですね、本当に。はい、よしよし。さあ、食べていきましょう。チンジャオロースパンはどんな味というか。肉まんに近いね、これ。これはチーズ明太子パンかな。チーズ明太子パン、カメラ見せて。見えてるかな。見えてるだろうな。うん、おいしい。うまっ。肉まんに使う。こっちはサトサ味がしてる。ん、ほんとで。これ食べよう。じゃあ、うまい。じゃあこれなんだろう。これなんでかな。明太子かな。熱いな。ミートソースパンだった。あ、ミートソースパンじゃないか、これは。こっちからもうミートソースが見えてますね。じゃーん、こんな感じです。見えますかね。はい、食っていきたいと思います。あー、あて、これうまく包んだらさ、うまく包んだらうまいはず。
ふわふわ、パンもふわふわで、うまいですよ。出たい。これね、筋に目が入って筋に伸ばして、どうしようか、じゃあ締めをしようか。はい、動画は以上となります。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします、はい、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまた、バイバイ。こんな顔しないよ。ニコニコしてよ。バイバイ。